とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントでリクエストがありました。古代狩りプラス25をクリアしていきたいと思います。装備はね、途中で変えていくと思うんだけども、基本的には、これだね。重力ハンマーと、スパイダーアーマー。これでやっていこうと思います。で、攻撃が痛いので、このアミュレットと、ドラ。これあたりを、ちょっと駆使してね、やっていきましょう。それでは 78%、古代狩り、プラス25、スタート！頑張るよ！お、チェスト7。ってことは、これ古代人多めかもしんないな。ちょっと待ってよ。輝き入れていくか、まずは。旋風がね、あんまり必要じゃなかったなーって思ったんだけど。いいや。とりあえずこれで行きましょう。でも、あれだね。別に、何も苦もなく。倒していけてる。やっぱ輝きないとちょっと辛いかな。わかんない。ちょっと、なしでいってみる。輝きなしだったら、こっちはね、ほんと火力特化でいいんだろうけど。遠距離が来ると若干きつい時があるか。あ、でも遠距離でも、数いないならば、あ、全然、仕留めていける。あ、余裕だわ。あ、結構余裕でいけるね。くぅ！つらいつらいつらい。やっぱ、このレベルの味方回復とか再生がついてるやつって、やばいね。全然倒れない。数百のダメージをガシガシ与えてるんだけど、全然知らない。こういうところはいかんでいいか。まあ、行くか。別にお金だけなんで、必要ではないけどね。うわぁ、ちょっと辛い辛い。おっと！これ古代人倒せる？怖えなぁ！ちょっと対策しないと無理だよね。ネクロマンサーがこう出てくるとこでしょ？ってことは、ブーツはやめて、ドラと、バリアとか出していったらいいんじゃない？こんな感じさ。あ、ミスった。ドラ使っちゃった。甘いか。おい！瞬殺！よし。これでいいっしょ。おい、なんだ？貫通してきた？きっつ！ちょっと待て待て。おーい。回復するな、こいつ。うわ、やべ。回復が半端じゃない。うわ、そう！やり直し。これってさ、締め具の方がいいのかな？位置が安定するか？もしかして。こっちの方がなんかいいような気もするな。ちょい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 、お前。よーし。オッケー。減らんな。弓じゃ全然減らんな。でも倒せるやつは倒せるわ。近距離で撃ったりすると倒していけるね。よし、こっちか。基本的に古代人は探していくんだけども、余計なところには行かないようにしよう。うわ、霊気。やっぱり締め具安定なのかな。どうしてもやっぱこれが安定か。確かに他も強いんだけどね。強いんだけどこっちが安定するな。いや、ちょっと一応こっちで行くか。
火力特化の重力ハンマーだ。やっぱ重力は便利だな。どっちもなんかいいところがあるね。どっち側？どっちですか？あ、こっちで当たってる？あ、そうね、このロイヤルガードに関しては重力ハンマーの方が戦いやすい。来んなよ、こっち来んな、こっち来んなって。やっべ、あ、やっべ、死ぬって。もうあいつのエンチャはもうなしだろ、普通になしでしょ。やばい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 、ちょっとちょっとちょっと、よし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 、え、やべやばい、死ぬ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 。回復手段をなんか持ってたらいいんだろうな。重力も持ってるしな。まあまあ一回回復入れればなんとかなるか。よっしゃ、調子取んなよお前。これはなかなかきつい。ああ、今回さチェスの数30ってことはちょっと古代人いないかもな。いやいや、戦いたい戦いたい。ちょっともうちょっと考えて戦っていきたいな。でもさっきのは難しかったな。もう待て待て、無理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 、あー無理、倒せんね、倒せんから。クリーパー逃げたがいいな。あー厳しい、多いなー。ちょっと待って待って待って待て、やべやべやべ、死ぬ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 って。で棒もついとるし、いけ、頼む。あ、なんとか耐えれる、なんとか耐えれる、ギリだな。でもちょっと待て、あージオマンサどこいんのお前。ちょっと待って、うっとーいなお前。よし、あー1対1なら全然耐えれるわ。そう、難しいなぁ、ほんと。やっぱ古代人いないっぽいな、なかなか。うわ、エンチャントのブレイズめちゃくちゃ強い、こいつ。半端じゃねえ。よし。オッケー。エンチャントブレイズやばいな、これ。で、ここ、いけるかなあ、あれ？そうか、ガスト出てくるかと思ったら、ガスト出てなかった。おぉ、エンチャントのブレイズやばいな。もうエボーカーももういちいち強いって。よし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 、耐えれた耐えれた。雲の防具やっぱこれ、優秀だな。めちゃくちゃ優秀だぞ。よし。ああ。でもほんと木抜いたらすぐ死ぬ。よし。よし。もう。レイスがうっとうしい、ここ。もうレイスうっといな。こんなにね、考えて戦うことってもう最近全然なかったからね。わあ。霊気。霊気が。おっしゃ。ここはどうだ？違うか。ここはどうだ？ここも違う。あれ？もしやない？あ、こっちには、あ、いや、ないわ。マジか。古代人、おらんかも。え？ 80% ぐらいだったんだけどな。え、あっち側もないもんな。あ、うわ。おらん。ここ。古代人いないわ。でも確かここで終わりだったような気がする。もう3つクリアしたような、これ確かね。まあまあ行きましょう、最後になるかもしれない。おお、あ、終わりだ、クリアだクリア。いやー、古代人いなかったな。でもまあプラス25クリアです。
はい、クリアしましたね。ショーに見に行こうか。おお、月の名が。いや、エコーは探検には合わないんだ。勇者アーマーは、勇者アーマーね、強いかと思ったけど、全然強くなかった。英雄のアーマーを使ってみたけどね、いまいちだったんだよな。あ、ガントレット。よくない。ああ、もうこういうやつでいいんだよね。クールダウン一つついてれば、もうアーティファクト回せるようになってるから。いいかもしんないね。こういう装備でさ。はい。まあ、とりあえず、プラス25、クリアできました。ただ、古代人が出てきたらかなり苦戦するっていうことだね。むしろ、死んじゃったからね。はい。じゃ、またね、ちょっと、プラス25、挑戦していきます。今度こそ、古代人、倒します。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。